相談です。空手をしている中学生の娘のことですが、思春期になり恋愛と遊びに夢中で試合前でも練習に行きたがりません。休ませていいのか、怒ってでも行かせた方がいいのか、ほったらかしも良くないだろうし、どうしたらいいでしょうか。これはね、休ませた方がいいですね。人ってその好きじゃないことを無理やりやってる時って成長しないんですよ。あ、そうですよね。無理やりやらないんですよ。俺もね、あの空手ずっとやってて、中学ぐらいの時、喧嘩の楽しさを知った時に、空手ってルールに縛られてて、でなんか魅力を感じなくなっちゃったんだよね。その時もう空手やりたくないなって思って、もう親はしっかり通えみたいな感じで言ってたけど、まあ、通わなくなったし、なんか成長しなかったね、やっぱ空手の方も。でも無理やりやらせるって一番良くないから、もう遊ぶだけ遊んで、まあ、今思春期で他のことが多分楽しいんだろうけど、その体得したものってなかなか忘れないからさ、その子が今まで格闘技をやり続けてきたその経験って消えないから、まあ、休むだけ休んでまたやりたくなった時に思いっきりやるべきだと思う。やったらもっと成長すると思うし、でも逆にもう一生やりたくないんだったら やめた方がいいじゃん、その無理やりやらせるのは良くないから、ほったらかしというか、まあ、やるべきことはやりつつ遊びもさせてあげて、勉強とかはまあした方がいいのかもしれないけどね、うん、俺は別にシンクティーで取るから何でもいいけど、まあ、まあ続けることが大事っていう人もいるけど、まあ俺はなんか本当にやる気がないんだったら思いっきり休んで、またやりたくなったらやればいいと思うんだけどね、そちらがやっぱねメリハリがあってすごい やりたいなってなるんですよね。遊びたいのに空手やりたくないのにやらされて、どんどん不満溜まってみたいな、いろんなことが出たくなるから、それ良くないですね。